どうも浦さんです。畑くんだよ。浦さん、うん、早速でございますが、今回紹介したいソフトはこいつだ。はい、来ました、ザ・キングオブ・ファイターズ15。おお、ついに来たね。前作 KOF14 から約6年ぶりとなる本作品は、3人のキャラクターを選んで戦う 3-on-3 バトルはそのままに、うん、グラフィックやサウンド、オンライン要素など全てにおいて大幅にパワーアップして帰ってきたんです。おお、それ楽しみやね。さらにドロレスやイスダといった物語の鍵を握る新キャラクターたちから、うん、KOF2002 以来の復活を遂げたクリス、ヤシロ、シェルミーといった懐かしのキャラクターたちまで、総勢39キャラクターたちが登場するんです。へえ、すごいやん。そんな KOF15 の気になるストーリーについて紹介していきたいと思うんですが、うん、浦さん、はい、前作14はどんな感じで終わったか覚えてらっしゃいますか？もう覚えてるよ。どんなやった？ああ、暗黒武術会やろ。うん、トグロ兄弟倒してん。そう、悠々白書やるねー。やるねーじゃん、浦さん。え、ちゃうかったっけ？悠々白書ちゃうからさ。え、違う、浦さん。え、どんなやったっけ？じゃあ前回は、うん、決勝の舞台でアントノフを倒した後に、うんうん、突如現れた謎の縄文土器おじさんことバースにスタジアムを破壊されたものの、うん、固くなものね。ああ、見た、必殺だやろ。下ゲレによって、下ゲレね、はい、下ゲレによって、うん、バースを倒すことができたんです。はいはいはい。ただ倒したっていうよりかは、なんかこう、まあ、弾け飛んでいったような、うん、そうやね、感じで消えていったんですけども、消えたの、はい、そんな波乱もありつつ、幕を閉じた全大会から時は経ち、新たな主催者の下で次なる KOF が開催されるんです。うん、一方で地球医師オロチの封印に干渉する存在を感知したカグラ千鶴により、あの草薙京都矢上よりがチームを組んで参戦を決めたり、また一方では様々な思惑が入り混じる中、うん、バースが倒されたことによって蘇ったあの格闘家たちも KOF に参戦し、再び嵐が巻き起ころうとしているんです。へえ、そうなんや。田さん、いかがですか？いや、もうすごいね。お、もうなんかわけわからんぐらいすごいやん。なんかチーム組んだりさ、うん、うん、ちょっとびっくりするね。でもなんかオロチチームが出てくるのは嬉しいね。はい、そんなワクワクするストーリーを体感できる39人のファイターたちをざっくりと紹介していきたいと思うんですが、はい、まずは新主人公の春英、ベニマル、名天空率いるヒーローチーム。ヒーローチーム。うん、続いて神楽千鶴、草薙京、矢上伊織の3種の人気チーム。これすごいよね。新キャラクターのイスラ、ドロレス、そしてハイデルン率いるライバルチーム、うん、また20年ぶりに復活しましたヤシロ、クリス、シェルミンのオロチチーム。これがいいよな。前作では大会の主催者であったアントノフ、ラモン、ダイナソーのギャラクシーアントンレスリングチーム。え、また恐竜出んねや。さらに、うん、KOF ファンが一番気になっているであろうキャラクター、うん、クローネン、アンヘル、クラタン率いるその名もクローネンチーム。まんまやね。そして、テリー、アンディ、ゾウのガローチーム。安定のね。ナルフ、プラーク、レオナの怒りチーム、うん、ブルーマリー、ルオン、バネッサのエージェントチーム、うん、で、証明したはずのあのアッシュ、ククリで、エリザベート・ブラントルシュのアッシュチーム。アッシュ出んねんな。はい、微妙にメンバーチェンジしております。 K ダッシュ、マキシマ、ウィップの K ダッシュチームや、うん、ヨー、ロバート、キング率いるリュウコチーム。最後は SNK のヒロイン、シラヌイ・マイ、アサミヤ・アテナ、ウリタの3人が集まったスーパーヒロインチームと、うん、総勢13チームが今大会に参戦するんです。すごいな。浦さん的にこの気になる、ね、チームとかキャラクターいますか？いや、まあ、気になるチームだらけやけど、まあ、やっぱさっきも言ったけどオロチチーム、ヤシロ、クリス使いたいね、シェルミンとか、あとはそうやな、まあ安定のね、うん、ガロチームも使いたいし、うん、まあね、前使ったあのアントノフとラモンとダイナソーのね、はい、なんかギャラクシーアントノフチーム、名前すごいけど、はい、アントノフとか使ってみたよね、はい、あとはですね、あの、うん、リュウコチームに実はユリちゃんではなくキングが加わったりとか、ね、うん、K ダッシュチームにクラちゃんではなく、うん、ウィップが参加したりと、微妙にメンバーチェンジされているチームがあるんですけども、ほうほうほう、ここ実は意味があるんですよ、浦さん。あ、そうなの。わかりますか？
もうなぁ、どつげんかでもしたんじゃん。おぉ、鋭い。え、マジでそのあたりが、うん、KF15 のホームページにね、しっかりと語られておりますので、興味がある方はぜひ見ていただければ、よりストーリーが楽しめるかなというふうに思います。っていうかさ、まあ、それもええよ、うん、ええやけどさ、多分さ、うん、ストーリーやキャラクターばっかり語ってない、肝心の格闘部分はどうなん、うん、ちゃんとあんの、新要素とか。もちろんありますよ、宇田さん。あんの、やっぱ。まあ、ないとね。相手をひるませ、勝機を奪い取れ。その名も、新システム、シャッターストライク。なんかめっちゃかっこいいね。こちらは、強力な一撃で相手をひるませ、さらに追撃することも可能な強力の技となっています。簡単なコマンドで発動でき、KOF15 をさらに盛り上げる新バトルシステムとなっております。かっこいい、すごいな、うん、でもさ、あたくんさ、そんななんか上級者向けのさ、上手い人用のやつじゃなくて、もっと俺らみたいな初心者でもさ、できる簡単なやつないもちろんありますよ、宇田さん。やっぱあるよね、ないと困るよ、ほんま。ボタン連打で様々な連続型が繰り出せる、その名もラッシュ。そのまんまやん。ラッシュって僕が大好きなの、ジャックパンチを連打するだけで簡単にコンボをつなげることができるラッシュがこれめっちゃいいやん。発動するんです。またパワーゲージが1本以上ある状態でラッシュを発動させると、4発目の技が変化するみたいなので、そのあたりも楽しみにしていきたいというふうに思います。これ大事やな、ラッシュな。はい、そして忘れていけないのがオンライン対戦じゃないですか。今はそうやね。本作ではロールバック方式を採用しており、うん、快適で多彩なオンライン対戦が楽しめるようになっております。はい、ランクマッチはもちろん、カジュアルマッチ、ルームマッチ、オンライントレーニングなど豊富なオンライン対戦が可能、うん、また相手とプレイヤーキャラを奪い合うドラフトバーサスも新搭載。どんなんなんやな、これな。オンライン対戦についてもかなり充実しているかと思います。おお、皆さんいかがですか。いやー、やっぱね、今時はね、やっぱオンラインネタなんからね、はい、あれやけど、まあ、ドラフトバーサスやったっけ、はい、こんなんも全然聞いたことないけど、ね、ちょっと興味ある ね、はい、楽しみやね。はい、はい、さらに KOF を楽しむためのコンテンツとして、うん、DJ ステーションが追加。ブンブンみたいな。KOF シリーズを中心に SNK の楽曲が なんと、うん、300曲以上も収録されているのです。すげえ。こちらは対戦中の BGM を好きな曲にカスタマイズして楽しめることができるので、うん、SNK のあんな曲やこんな曲などカスタムしてプレイできるかと思います。これ最高やな。はい、そんな、うん、ザ・キングオブ・ファイターズ15が、うん、2月17日にプレイステーション4や XBOX シリーズ X、Steam などで税込み7920円で発売されます、うん、早期購入特典にはテリーのガローマーク・オブ・ザ・ウルブスの衣装、デジタル版限定特典にはレオナのクラシックな衣装など特典も多数用意されておりますので、ホームページを参考にご購入をご検討いただければと思います。はい、そしてそして、はい、何でしょうか、何でしょうか。実はですね、うん、発売した後にも、うん、12体 12体の追加 DLC キャラクターが用意されております。おお、楽しみ。おー、まず第1弾としまして、うん、ロック・ハワード、ガトウ、うん、ジェニー・バーンの3人が集まったガドー・マーク・オブ・ザ・ウルブスとチームが3月に。へえ。続いて僕らの大好きな烈風剣おじさんことギース・ハワード、ビリー・カーン、山崎の3人がいますサウスタウンチームが5月に配信予定となっております。これ絶対取らなかんな。残り2チーム6キャラクターはまだ未定となってるみたいなんですけども、トラ、うん、さん的にはこのね、残り6キャラクター、6キャラクターね、うん、どんなキャラクター来てほしいですか。そうやな、まあいろいろ好きなキャラクターあるけど、うん、やっぱまあアメリカチームから誰か来てほしいね。アメリカチームアメリカチームから特にラッキーとか来てほしいわ。あ、バスケットマンいるいるよ。いらんでしょ。まあいいね。バルイチョラさん、あの風雲剣ね。風雲剣はもうええよ。出てきても使いこなされるよ。一回出たらケアフィルムでもね、ボタン飛ばしたりとか使いこなされるわ。違う違うね。あとなんかある、なんやろな、うん、あ、ワールドヒーローズとかから出てほしいな。ワヒーからマッドマンとか出てきてほしいね。わかりました。うん、僕はね、はい、今回キャラクターがリストラされたといいますか、参戦ならなかったね、うん、シーケンスーとか、お、そうだね、キムカーファンとかが僕結構好きだったんですけど、うん、入ってなかったんでね、いないもんね。ちょっと残念なんですけども、できればね、こうキムカーファンとか、うん、息子のジェイフーンとかね、
ジェリーボンドがね、ドーファンとか発売してね、キム親子チームとか来たらいいね、確かにね、うん、面白そうじゃない、面白そう、うん、そんなとかあればいいしね。うん、そんなに浦さんなんかある、あと何やろな、俺らいろんなゲームしてきたからな参加してほしいのいっぱいあるけどな、ね、うん、もし皆さんもこういうキャラ来てほしいなとかいうのがあればぜひぜひコメントの方でも待ってますのでね。枠6人しかないもんな、少ないよね、こう考えたら少ないよな、確かに少ない、この中でまたキムカファンと来るかな、まあ、多分ちゃんとチョイが来るやろなキムは来ても、はい、ということでね、いろいろと KOF15 について今から話してきましたけども、はい、皆さんいかがでしたか。もう楽しみで仕方ない、お、もう語彙力がないけどとにかく楽しみやね楽しみ、うん、それだけ、それだけ、ただそれだけまあでもほんまこうキャラクターがめちゃめちゃ多いから、はい、もうめっちゃ遊べるんじゃないかなと思う。わかりました、うん、あとはね、もうこう発表されてませんけどラスボスとかもね。あ、ほんまやな、前回はバースでしたけども、ちょっとね、バースはなぁ何バースはなぁ、ちょっとピンとこんかったなピンごめんやけどちょっとピンとこんかったな、あの縄文土器おじさん、縄文土器おじさん、やっぱアントノフの方がなんか花があったな、確かにね、そんな辺も気になりながら、うん、ね、発売も待ちましょう。あ、楽しみに待っておきましょう、はい、でこんな感じでいいですか。はい、はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。僕らもどんどん動画配信していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ最後、皆さん一言、はい、お願いします。ラッキー待ってるで。わかりました。それではさらばじゃ。